こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエスやっていきたいと思います。今日はですね、 OB 第4弾のイベント累計の契約書 10% と、あと OB の確定契約書ですね、この2本立てでやっていこうと思います。開封動画です。もう必勝アリーナがね、本当に大変でした。疲れました。さっきやっと終わりました。もうね、イベントのね、ボーナスがないイベントは本当にきついですね。はい、ということで狙いの選手をさらっとお話しして引いていこうと思います。まあ 10% はちょっと厳しいかなって思うので、あ、これ30連実はしてるので、まあ、A ランクが来たとしたら岩村さんが欲しいかなと思ってます。で、S ランク契約書の方はもう田淵さんですね。もう田淵さんが本当に欲しい。もう今回は60連までしないことにしました。はい、もうちょっとこれ、これで外したらもう追いかけない。もう古田さんに切り替えていく。もう古田さんが来ると、第5弾で古田さんが来ると信じて古田さんに切り替えていこうと思います。なのでもう今回一発勝負になります。田淵さん狙いですね。極みを今日、おととしの極みを持ってるので、はい、田淵さん狙いです。まあ、横浜ファンとしては高則さんかタムさん、はい、ここら辺欲しいですね。まあ、みんな強いんですけれども、まあ、あと岩村さんがもし S ランクでも来たら幻突します。はい、以上になります。ということで早速引いていこうかなと思います。まず 10% からかな。 10% を引いてから、OB の S ランク契約書っていう流れでやっていこうと思います。そう、まあバラバラで引かせてください。これは1枚ずつやっていこうと思いますので、まずはこの 10% 契約書いきましょう。第4弾。まあどうかな。なかなかたまにね、 S ランク出ましたとか見ますけど、まあ、10% なのでね、まあ A ランクで岩村さんが来てくれたら一番いいかなと思います。はい、まあ12分の1です。なんかコメント、ごめんなさい。コメント来てなかった。アウトドアマンさん、コメントありがとうございます。はい、石峰さんの A ランクですね。まあここから来るのはなかなか難しいですね。そう、通知切ろうって思っていつも忘れちゃって、生放送の時とかもこんな感じでバンってコメントが表示されるようになってるんですよね。切っときます。はい、まあ、10% は外しました。ちょっとなんかわちゃわちゃしてますが、はい、じゃあ次ね、 S ランク契約書行こうと思います。もしかしたらまたちょっと通知来ちゃうかもしれない、ね、知れないので、もうささっと引いていこうと思います。はい、S ランク OB 契約書、もう田淵さんですね。田淵さんが来ることを祈って引いていこうと思います。はい、まあ田淵さんだな。もう S ランクなんで、そしたらもう田淵さんしかないかなと思います。本当にね、オホームランでいいですね。本当に操作しやすいんですよね。まあ私、一昨年の田淵さんしか持ってないので、去年の田淵さんわかんないですけど、本当に操作性良かったですね。なので欲しい。お願いします。お願い。違う、ラブさん強いけど。あー、強いですよね。ただ A ランク1枚も持ってないので、ちょっと厳しいですね。自チーム A ランク契約書どうしようかな。あー、自チーム A ランク契約書どうしようかな。イラブさんか。なんかロッテの選手も結構集まってくるんですよね。パリーグはロッテの選手がめっちゃ引けて、セリーグはヤクルトばっかみたいな傾向にありますね、最近。はい、ということで、あー、まあ強いんですけどね。なんかあんまお腹出てないらしいですね、イラブさん、このプロスピの。あ、いたいた。はい、ということで、普通に強いんですけどね。A ランクないからな、ちょっと難しいかなっていうところではありますね。はい、まあ、ロッテ枠もね、結構埋まってはいるので、本当この2チームが多いですね。岩村さんも強いんだよな。A ランク契約書2枚、自チーム A ランクか2枚、ちょっとどうしようか悩もうかなと思います。なんかもう高森さんとかで引いて今後に備えてもいいんですけどね。もうちょっと悩みどころだな。ちょっと今本当に幻突コーチがね、あ、今月の変えてないけど、多分私今スピメダルカツカツだから、あ、変えられますね。変えちゃおうかな。今何枚だろうな。変えときましょう。スランク金変えとったこっちですね。 OK、 変えとこう。今何枚だったかな。あんまりないんですよね。ただ王さんとかも極みにしようかなって思って、そのまんまになってるので、ちょっとね、今後のオーダー考えて難しいとこなんですよね。あ、2枚か。あ、今でもこっちで購入して受け取れば3枚になるのかな。はい、いやー、3枚か。まあ難しいですね。ちょっと今後のオーダー編成考えて決めていかなきゃいけないですね。はい、
ということで、田淵さん引きたかったな、まあ、12分の1なので仕方ない、はい、ということで気を取り直して、だいぶ落ち込んでるけど気を取り直して今後もプロスピ頑張っていこうと思います。はい、こんな感じでプロスピ S の動画を YouTube にアップすることが多いかなと思いますので、よかったらチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。生放送もたまにやってるので、よかったら遊びに来てください。ということで今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた見てね。ということで今回はこの辺でバイバーイ。おつくみー。